かつて茅場明彦と共にフルダイブ技術を研究していた高次郎凛子博士。彼女の協力を得た私はラースへの潜入に成功した。そこで行われていたのは人の魂フラクトライトを解読して現実と同じクオリティの仮想世界へダイブさせる STL の開発。それを用いてキリト君の治療を進められていたが、菊岡の真の目的は別にあった。次回ソードアートオンラインアリシゼーション第6話アリシゼーション計画。